ンサー、私の舞台。立ちふさがる者は倒すだけ。超支流いざ前。孫権と行動をと病者を倒すための兵器、ヤシオウリの領超支流いざ参る。撃てたやせ運下のごとき妖魔を。へっ、数に任せて押し潰せ。暴走きたれ。変身が防がる。お仕置きね。ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおう。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。よし、俺たちはここに構える。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。高徳の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長。この戦い、びっくり動物大集合だね。流れが来ている。大死にをそのまま戦線を押し上げるぞ。いい働きだ。超支流参る。熱人たちが揃ってるとか楽できていいよね。こうして皆が結束した。これこそ官兵衛殿の努力の賜物だ。今回は俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美。ダメでしょ。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。なんかうまくいきすぎてる気がする。あるか。ふけん。かかりやがった。虎が2匹に竜が1匹、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃったよ。さすがにもうお腹いっぱい。おい、お猿さんに一杯食わされちゃったかね。気を取られすぎたか。今が好機だ。手を離されて奴らを潰せ。超支流参る。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。見切れました。待ってたぜナト。
清盛のおっさんに無理言ったんだ。きっちり働いて恩返ししてくれよ。おっさんと俺の妖力を込めたその体、そいつがありゃ負けねえだろ。うっ、つえーな、お前こりゃちんたらやってられねえか。俺が負けるとナタが困るんでな。孫悟空様の本気見せてやるぜ。見つけたぞナタ、俺と勝負しろ。ここで呂布の登場とは、ますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しむ。ナタ、すまねえ、やられちまった。総司令を剣だ。孫悟空は倒した。お仕置きね。これでナタの術は解けたはずだよ。貴様はこの俺が倒す。誰にも邪魔はさせん。またあんた、どうして無駄なことを繰り返すの。ここで気当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。見事な手並みであられる。メッス、お呼びでしょうか。どけ。俺の狙いはナタ一人。そなら過去に用はない。僕はもう負けない。僕が人間より弱いはずだ。王政様、やっとお会いできました。長生、長生、無事だったのか。王政様、また私と共に歩んでいただけますか。当たり前だ。僕に弱いはずがないんだ。調子に乗って強くなるのに改造した。そんな無駄だった。敵将打ち取ったり。城へ向け兵器を運び出す。妖者討滅の戦始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに、無駄でもいいのかな。
遊んでる暇はないの。さよなら。じゃ、すべて打ち払い。これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて、久しぶりに小田原へ帰るが、うん、五郎冠、生徒に向かった者たちも幼女と、うん、素晴らしい。せ、見事。うむ、やる。任務成功。